7月23日、南岩高等学校で愛南町水産人材育成講座が行われました。将来水産業を担う人材を育成する事業として、今年度7回予定している講座の3回目となる今回は、宇和島海上保安部から3人の講師を招き、海の基礎知識を学ぶ講座が開かれ、受講を希望した4人の生徒は、それぞれのテーマから海に関するさまざまな知識を学びました。海図から見た南予地方今昔と題し、宇和島海上保安部管理課長の辰宮勲さんより講義がありました。また 3D 海図と呼ばれる貴重な資料も準備され、生徒たちは特殊な眼鏡をかけて日本列島や海の深さを立体的に見ることができました。続いて東大から見た海の基礎知識と題し、宇和島海上保安部次長沖野武さんより東大をテーマにその役割や歴史、魅力について解説され、愛南町付近の海ではどのような海難事故が起きているのかを学びました。また実際の海難救出時の映像を VR ゴーグルで見ることでリアルな状況を体験しました。最後に、日本を取り巻く現状と愛南地区における宇和島海上保安部の関わりと題し、宇和島海上保安部次長の古谷祐樹さんより講義がありました。海上保安部がどんな組織なのかを映画やドラマを例にして分かりやすく解説し、密漁を取り締まり漁業の秩序を維持することの重要性、海の環境を守る仕事など海上保安官が取り組んでいる課題について説明されました。参加した生徒はどの講演も興味深く聞き入ってメモを取るなどして真剣に講座を受けていました。